スマスク RTA、星に。超大国アメリカでは意外と流行したフル QTE 作品。クイックタイムイベントの略なのぜ。主にバイオハザードでこの QTE が流行っていたのだけど、ストレスが溜まるからという理由で廃れたのぜ。このゲームは前編を通して QTE であり PS 時代に量産され、その後、クアンティックドリームがファーレンハイト作り始めてデトロイトビカムヒューマンで大ヒットさせるまで下火になった作風のゲームシステム。実写と CG を融合させてブレードランナーのような世界観を演出するという、今から見ても結構予算使っていると思われる作品であり、普段ハリウッド映画しか見ないおまんじゅうたちにとってはこの手のゲームに出てくる海外の売れない役者たちに触れることができてはエースとなる。ゲーム内容は SF 風に味付けされたフェイスオフであり、実写風ゲームということでゲームシステムは正解以外は全部ガメオベラの日暮らしの夏頃に風。いちいち分岐とか作ってたら予算が壊れちゃうのぜ。主人公は一般通貨2期であり、ある時大佐と呼ばれるクソヤバテロリストの軍人の顔を移植され、自分の本当の顔を戻すために頑張るシナリオ。QTE てんこ盛りであり、2020年の世代が遊んだら耐えられない親切、理不尽極まりない仕様であり、正解だけを選択してくれて動画にしてくれる RTA を作ってくれてありがとなすという感謝しかない作品。ちなみにこの手の QTE リアルドラマゲームはこのデスマスクが最も面白いし凝ったゲームだとおまんじゅう的には重くのぜ。これが耐えられないと他の QTE とかはしんどすぎるのぜ。2倍速とかでちょうどいい情報量だが、劣化用つべでしか動画が見れない部分以外は不満なしな作品。